車なんて運転できんだ。ナビとバックモニターさえあれば余裕です。それ余裕って言わないだろ。余裕ですよ。なんか怖いな。ひどい。大丈夫ですってば。カーランの行きたいところってどこ？まだ秘密です。秘密ね。はい。ここって？三木先輩の挙式場です。帰るぞ。降りますよ。余計なことすんなって。先輩、このままじゃダメです。お祝いしてあげてください。三木先輩のためだけじゃない、先輩のためにも。
飼い主見つかるまで俺ん家来るか。こいつ返事した優しいですね先輩は。これくらいなら俺でもなんとかなるってだけだよ。鍋さんか、知らせなくていいっつったのに。大丈夫だよ、ちょっと熱が出てついでに検査入院しただけ。明日には退院だから。よかった。あら、お客様。あ、川名、うちの母。川名つぐみです。あ、高校の後輩で。じゃあ松本。はい。あら、じゃあ一緒に。これどう？双葉堂のカステラ。懐かしい、私これ大好きです。ちょっと待っててや、今切ってくるで。あ、私が行きます。あ、いやいや、いいのいいの、私が行きます。そう、はい、じゃあお願い。はい。良さそうな人じゃないの。高校の後輩だって。ねえ、いつき、やっぱり田舎に帰ってこない？向こうにだって仕事あるのよ。近くで暮らしてくれたら母さんも安心だし。母さん、俺はただでさえいろんなことを諦めながら生きてる。もしチャンスをもらえるなら、それを自分から絶対に諦めない。無理しても後悔したくないんだよ。私だって後悔してもしきれないわよ、あなたを一人にして。もしものことがあったら。彼女だってそうなんじゃないの？川名はそんなんじゃないよ。じゃあどんななのよ。ごめんなさいね、ゆっくりしていってね。カステラ。カオナ、俺の勘違いかもしれないんだけど、もし川名が俺のことを思ってくれてるんだとしたら、その気持ちには応えられない。先輩。俺、ミキと別れた時に一生一人で生きていくって決めたんだ。その覚悟があるからこの仕事もここまで必死にやれてる。今誰かに甘えたら止まってしまう気がするから。